お、2VS2、すごい主張が激しいね。 2VS2、 私じゃあマリオとクモ兄弟対決しようぜ。じゃあおつき、あー兄弟対決、あー来た、これ多分おつきのマリオ左側だね。おつきルイージだね。マリオなんで3対1になるの、なんでおつきこんな省かれてんの。あ、みんな来た、バトル、私ルイージだね、一番左、キノコ頑張ろうぜ。分かった分かった、キノコがまずそこヒップドロップだ、ナイス。あ、これあれじゃない、で、こうキノコいけ、あ、面白い、キノコ、キノコ開けてくれ、キノコ、キノコ、ありがとうキノコ。さあ左のシュート、右のキノコ、甘がしキノコ、はい、で、これどっち、これは引き取っていい、ありがとう、任してキノコ、なるほど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 、どけ、はいはいはい、オッケー、キノコおいで、キノコ左側から行って、うわ、この連携プレイね、みんな見てる、いや、この声が届いてるなら待って、むこれカビキックするわ、むずくない、あと木側ガチむずいんだけど、オッケー、うますぎうますぎ、頼む、あー、キノコあそうやってアシストしてくれるんだ、いいよ、あ、キノコそれ持ってきて、キノコ、キノコバネ持ってきて、あ、キノコめっちゃこっち見てる、オッケー、ほっほっほっ、キノコ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 、え、キノコキノコ、ほらやっぱ助けないとダメなんだって、キノコキノコ、あ、キノコ、あいつあいつ許せねえ、キノコ、なのに、キノコ待ってろ待ってろ、絶対待ってる、キノコお前それはさすがに、いや、キノコあいつどこ行った、キノコ、あ、こっちか、いるかな、あ、キノコキノコ、こんにちは、足です、これ遅れていこうか、さっきね、女の子の名前ランキングみたいな、これ叩いてみようぜ、女の子の名前ランキングみたいなあったんだよね、おお、すげえすげえ、なんか出てきた、1位何だったと思います、女の子の名前ランキング1位、つむぎちゃんだね、なんか私つむぎちゃんってあんまり聞かないけどね、やっぱ今話題っていうか令和の名前がつむぎちゃんなのかもね、なんか最先端の名前みたいな、え、すごくない、このコースどんどん道が出てくる、これ押した方がいいんじゃない、おお、すげえ、これであれ、あー、すげえ、わ、すごくないこのコース、やばい家、今やばい家と見せかけて天竜人、これはやばい家のどっちかだろうね、天竜人語尾に家つくからね、汚い家、さあこれ勝つよ、ラグすごいな、来た、惜しい惜しい、フラワー、オッケー、お、やばい家だからね、タイトルが、私こういうラグイコースカットするんだけど、まあ、ちょっとやってみたい、やばすぎ、これを取ります、これ持ってこう、私、あー、いいね、いい蹴り、惜しい、まあ、その緑持ってきたかったんだけど、お、我々の方が足早い、あー、それ惜しい、やった、やった、私の方が足早い、さあ、ルイージ迫る来る脅威、シューゲームズ。逃げ切れるかな、早く食べたい、やっちゃん、おい、けけけ、勝ったの、チキン、え、勝ったんだ、これ。なんか、口に入ってるけど。やったうわ、なんだ、このコース。時間ね、時間ね、時間ね、あれだあれだ、月取った人勝ち、月月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 、いや、ずっ、また2対2だ、今度は私もう信じないね、なんか、あの、ピンクすごい言ってくる、ピンクとやろう、ピンク、ピンク一緒に行こう、ピンク、ピンク一緒にやろうぜ、あー、やった、ピンク、イエーイすごい、あいつ2対2のコース1人諦められてる、かわいそう青
ああそうなるよね、青。2対2で諦めると割と絶、いや、じゃあゆっくり行こう。ちょ、なんかいいとこないんで。ちょっと早送り。だってもうこれ2人で行くだけだもんね。見て、今2人でやってんだけど、左下見てて。あ、これ私持って。見て、左下。ずっと観戦してくれてんだよね。あー、このコースやったことあるわ。私、これ持つんだよ。私持って。やったことあるんだ、この人。詳しすぎ。初見でこれ思いつくのなかなかだもん。ありえないと思う。まあ、ありえなくはないけど、私、初見の時やり方マジわかんなかったもんね。最後、Pスイッチの戦いがあるんだよね。そこまで行こうか。さあ、みんなこっからよ。行くよ。こっから戦う。全然鍵あげてもいいよ。全然鍵あげてもいいよ。こっからだからね、バトルは知ってるからね。あー、これは踏んでいくのかな。オッケー。で、この子にバネをあげると、プレゼントチャーシューね。オッケー。さあ来た、ここ P スイッチ。青見てて、青見ててね。私勝つ瞬間を見てて。青、これ1個持ってきたい。これ、いや、よせ。あー、なんでなんでそうなるの。助けてください。今日助けてほしいよ。ステイクロウチェット。いや、どっかに滞在するんだね。クローチェットがわかんないな。え、どこにいればいいんだろう。クローチェットにいろってことなんだよ、多分。クローチェットをさ、なんか入っちゃった。クローチェット。これじゃね、クローチェットって。わははクローチェットだ。そう、前後の文脈で英語を判断する。これが英語で求められることだからね。AK3級のあれでした。バイバイ。